みなさんこんにちは、朝日彩です。今回はですね、くら寿司にやってきました。今回はくら寿司さんでもうたくさんたくさん食べましょうという企画です。すごいずっと楽しみにしてたので、まあ、どれぐらい食べられるのかなっていうのと、まあ、あとなんかお寿司食べたりとかするときって、まあ、ちょっとね人柄が出たりとか性格が出たりとかするかなと思うので、そちらの方も楽しんでいただければなと思います。はい、それでは早速スタートです。しょこちゃんはい、いただきます。頼んでいきます。憧れがすごいある。いいよね。いい。もう楽しいもん。なんか板前さん
の中にいるスタイルとかあるじゃないですか。その板前さんに声をかけるのが緊張しすぎちゃって、いつどのタイミングで喋るけどいいか分かんないよね。作業してるしなみたいな、頼みたいけど今じゃないかとかあるよね。だからこのタッチパネルシステムめちゃめちゃありがたいですね。マグロ来た、イワシ、イワシとかの、すごいよ、イワシ、あ、来たよ。こんなにいっぱいウニ乗ってるのにさ、すごくない？こんなあるんだよ。結構食べたね。まだ入るか、マジで、すごいね、すごいね、頑張ってる。マジよね、あ、今日も始まった。本当だ、始まった。はい、ポテト頼んだのバレた。当たる当たる当たる。ああ、少し味変しようと思っているのでポテトを頼みました。食べれないもんだね。25皿ぐらい食べれるかと思ったけど無理だ。あ、美味しい。さあ、ということで今回はくら寿司でウニをしてみました。子供の頃やっぱり回転寿司って本当に憧れの場所だし、今もやっぱり大人になってみると、なんだろう、ワクワク感みたいなのがやっぱり蘇ってきて、本当にとっても楽しい場所だなと思いました。なのでね、またぜひあのくら寿司食べ放題、次はなんかバトルみたいな感じでやっていきたいなと思いますので、皆さん一緒に見ていただければと思います。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さあ、それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。かわいい。ねえ。